じゃ、こんにちは。はい。さあ、デイリープロ野球ニュースのお時間です。さあ、またか。もう残り2つです。本当。確か4と5しか残っていないんですよ。4と5。はい。どちらがお好みで今日は。まあ4でいく。4。おめでとうございます。はい。よ、坂本おじさん。坂本。それ。本当に。坂とつくと、うん、前あの坂倉選手のことさえ坂本を保守と言ってましたからね。そうです。今日は坂本選手についてなんです。お、まあ、あの侍ジャパンでニュースになったの。特に特に特にはあの何かっていうのでニュースにはないんですけれども、うんうんうん、まあ、あの侍ジャパンでもキャプテン戦は今回しかなかったですけれども、うん、その精神的な支柱としてやっぱりキャプテンとあの言われてましたし、現にジャイアンツのキャプテンも務めていますし、やっぱり坂本選手という豊さんのその思うところの凄さ、うん、改めてじゃあ坂本選手のどこがやっぱりすごいんだろう、天才的なもの素質も含めてなんですけれども、まずね、はい、笑顔ちょっとなんだよ。いや そこ行きます。いやいや、坂本の笑顔は、はい、みんなプレッシャーから解放するよ。あ、プレッシャーから解放される笑顔。もうなんかね、はい、柔和な感じ、はい、なんか屈託のない笑顔、はい、あれはやっぱりみんなホッとすると思う。だから全日本でも、はい、まあ、マー君にも言えることなんだけど、はい、あの坂本マー君がさ、はい、ニコってしてさ大丈夫だよって冗談の一つでも言えば、はい、みんなホッとすると思うよ。まあそう、精神的なってことですよね。でも、はい、その笑顔の持ち主ってそんなにいないから、はい、豊さんの時代でそういった笑顔のホッとする持ち主っていました、精神的な支柱。いや、ジャイアンツで言えば原じゃないの、原監督じゃないの、今の原さんも笑顔若大将って言われたなんですね、うん、うーん、例えば、まあ、ベンチであったりとか試合前であったりとか、まあ、難しい顔してやってる時もあるよ、はい、だけどピンチの時に人に対してニコッとしながら、うん、はい、あの話せるっていうのはさ、やっぱ懐の広さも感じるしさ、はい、素晴らしいなと思うよね。それはいくつぐらいからだったんですかね、坂本さん。いや、やっぱりここ 3,4 年じゃない。昔は笑ってたらバカ野郎って言われてたからね。あ、そうなんですね。いや、そんなもんだよ。ヘラヘラするなと。そう。でもやっぱり自分で確立してきたものがあって、はい、そこに笑顔がついて人を認めるというさ、はい、まあ、今年32か33か今年33、88年そうでしょ。で、はい、14、5年ショート一筋で、はい、まあ、ショートでの歴代記録だよね、はい、ショートやったことないのよどこのポジションもやったことないですそうだな、はい、なんかイメージとしては、あのね、ピッチャーの次にしんどいよ、はい、やっぱショートなんですね、うん、セカンドキャッチャーって思うかもわかんないけど、はい、俺はキャッチャーやったことないけど、はい、俺ショートの方がしんどいと思う。それセカンドよりもやっぱりショートの方の負担も、いや、もうセカンドの方が問題にならないよ。そう、ショートの負担ってどういう、いや、もう精神的な負担から体力的な負担、はい、もうそういうものはね、やっぱもう計り知れないものがあるよ。それは守った人間しかわからないかもわからないけども、はい、やっぱ将棋で例えればショートが金だったら、はい、セカンドは銀だよ。そうなんですね、うん、そのぐらいの価値があるというか、それを歴代ナンバーワンで2000本打って出続けて、はい、まだ一線にいるっていう、まだ若いけどね、はい、だけど金属疲労っていうのも来てるかもわからないけども、はい、でも頑張り抜けるっていうさ、うん、まあ、ここら辺のやっぱ精神的な強さっていうのはすごいよな。そうなんです、ね、うん、あとはその今、まあ、守備、まあ、ショートというものだったりと、うん、まあ、精神的なものでしたけど、例えば今度はその打者という意味では、まあ、よく言われるのがそのインコースのさばきがすごく天才的だっていうふうに言われてますけれども、豊さん的にそれ見てどうなんですか？これね、こうやってさ、まあ、バットがあるけど、はい、こう抜くんじゃないんだよ。あ、そうじゃないんですか？こう抜けるんだよ。脇開けれるんだよ。その脇が開けられるっていうのはつまりどういうことなんですか？早く振れるっていうこと。普通はね、はい、脇を締めろって言ったら、はい、肘を抜けって言ったらこう抜こうとするんだよ、うん、
こうきゅ、まあ、窮屈な感じとか、はい、だけどこれを開けれるんだよ、開いて抜けるっていうんだよ、はい、そしたら早く触れるんだよ逆に。あ、だからポーンってポーンじゃないビュッて何がポーンちょっと分かんないんですけどでもそのぐらいの違いってことですよね。違いがある。はあ、あのこの脇を開けながら、開ける勇気っていうのがなかなかできないんだよ。それ振り遅れるからってこと？いや振り遅れて力がなくなるから。やっぱ脇を締めると力が入る。そうですよね、はい、脇が開くと力がなくなるんですよ、はい、だけど左の脇が開いても右の脇は開かないんだよ。こういうふうにこっちはグッと、いやまあ普通理論的にはこっちが開くとこっちが閉まるんだけど、はい、でもこっちの右手で押し込めるという、はい、それが素晴らしい。これはあのその訓練してというか練習してそう瞬時に、まあ、練習したら習得することはできるにしても、はい、まあ、坂本はやっぱがそこら辺は天才的だよね。素質というか、うん、素質持って生まれてその感覚を持ってきてるってこと、うん、それとやっぱ微調整をしながらやってるという。今さ、はい、バレルゾーンとかいろいろあるんで少しこうフライボール革命ってちょっと下からボールを煽るような打ち方をする、はい、あの子は、あの子って言ったら怒られるなもうあの青年は青年でもないから選手はあの選手は昔からあの打ち方だから変わってバットの軌道は、いやよくね上から叩けとか最短距離とか、まあ、やったこともあると思うよ、はい、だけどやっぱ時代に合わせてねやっぱいろいろ研究してる跡が見れる。だから坂本の入団した時、まあ、初出場とか、はい、いろいろ辿っていくとやっぱバッティングの変化っていうのは微妙にこう変わってって良くなってってる。へえ。微妙にこう下がってってるっていうやつもたくさんいるんだけどさ。もちろんね、大半いる中で。微妙にだけどこう上がってってる。それ例えばよくね打てなくなってそのスランプに陥る打者って多いじゃないですか。うん、坂本選手ってどうなんですか。まあ、そんなにスランプないよね。そうですよね。それはなんでかわかる。いや分からない。精神的なスランプがそんなにないんだよ。強いってことですか。強い、まあ、育ちにもあるかもね。ああ、まあ性格的なとか育ちとか。いやまあお母さんをね、はい、早くに亡くして、はい、でお母さんの思いがあってみたいな、うんうん、で父親が育ててくれたっていう、はい、あの笑顔、うん、普通さ、はい、なんかそういう家庭環境だったら笑顔がなくなったりとかする時あるじゃない、うん、でも坂本のその笑顔っていうのは最初に言ったのはさ、はい、やっぱそういう裏付けがあってなおかつあの笑顔が作れるっていうのはさ、ああいう屈託のない笑顔が出るっていうのは相当精神的にも強いし、はい、相当やっぱ性格もいいよ。だから坂本の悪口なんか聞いたことないしさ、はい、隼人も、はい、で岡本がやって伸びるっていうのはやっぱ坂本のおかげかもわからない。いろんなこの4番の負担っていうのをこうキャプテンがこうケアしてあげたりとか、うん、で坂本が骨折をして今年離脱した時に岡本が頑張った、はい、で岡本の後ろに坂本を入れてまた打ち出した、いや後ろに坂本さんがいるという、はい、やっぱりそういうなんていうの、人に信頼される、うん、そういう人だよね、うん、まあ歴代でベストナインおじさんでもあるけど、はい、歴代で考えてもショートはやっぱ坂本になるよね。歴代でも豊さんの中で、いやなるなる、まあ、歴史があるけどね、はい、プロ野球って歴史を作ってきてるけど、その中でやっぱナンバーワンのショートだよ。そうですよね。しかもそのショートでそのクリーンアップもっていう、うん、いろんなところ打てるんだよ。そうです、まあ、おそらくね4番打たしてもね務めると思う、はい、今2番打ったりとかもしてるけど、はい、いやどこでも打てるよ、まあ、もちろん下位打線っていうのはないと思うけど、はい、だけどまあ上位5番から上だったらどこでも打てる。すごい、どこでも打ってきたしね。そうですよね、実際にすごくオールマイティーな選手というか、まあ、才能というか、いやーすごいな。すごいですね、坂本さん。それを彼が出始めの時から原監督に、ね、はい、こういう選手がいるんだけどちょっと豊か見といてくれよ、
って言われて、それから注目しだして、はい、まあ一緒に飲んだこともあるしね、はい、まあ性格もいいよな、すべてなんかね揃ってるというか、揃ってるな、金は切れるしな言ってましたよね、豊さん、いや切れる切れる、豊さんがもし生まれ変わってどうします、坂本選手になれるんだったら、まあ、なりますか。いや俺は大谷になりたいちょっと待って大谷坂本は接してたいタイプだよ。あ、なるほど、接してたいタイプ、うん、でもなれるんだったら大谷がいいんだ分かりました